松島英美は、日本のグラビアアイドル。埼玉県出身。マグニファイエンタテインメント所属。過去、ピグルームに所属していた。趣味は、サバイバルゲーム、お酒、ドライブ。特技は水泳、シンクロ。また、空手、キックボクシング、トライアスロンもこなす。へそピアスを開けており、イメージビデオではピアスをつけていないものの、 自身の SNS ではピアスをつけたおへそを披露している。2014年グラビアデビュー。デビューのきっかけは、K-POP が大好きで、K-POP アイドルと共演して、一緒に仕事がしたいと思ったことと述べてたが、その後のインタビューで、パチンコ屋のアルバイト時代に当時所属していた、事務所の社長に誘われたとも答えている。旧等身とも言われるそのスタイルは、ミラクル神ボディとも評され、 第5回プロが選ぶアイドル DVD 賞でスタイルがいいでしょう受賞。2017年には K1 のラウンドガール、2017K1 ガールズを務める。この影響もあり、それまでの空手に K1 の要素を取り入れた K1 空手を始めている。2018年から K1 ガールズのキャプテンに就任。また2019年からは雑誌ゴルフトゥデーのイメージガールにあたる。 GT バーディーズにも参加している。2020年8月1日、マグニファイエンターテインメント株式会社に移籍したことを SNS で発表した。2020年12月18日、グラビア・オブ・ザ・イヤー2022で優秀賞に選出される。ありがとうございます。